こんにちは、ショートショート作家の田丸雅智です、今回はですね、ショートショートと、ショートストーリーや短編小説との違いについて、お話しする回にできればなと思っています。やっぱりこう Q&A としてよく聞かれることでもあるんですけれども、まあ、何が違うんですかということですね。で、まあ、もちろんこれ厳密に言い出すとすごい難しいですし、最後はもう個別のケースであり、まあ、諸説ありますってことではあるんです、ただ、まあ、個人的なところも含めて大雑把にですねお伝えできればなと思っています。まずですね、現代ショートショートとして、僕が提唱させてもらっているのが、まずアイデアがあって、でそれを生かした印象的な結末のある物語ですよというふうに言っているんですけれども、そのことからも考えますと、やっぱりアイデアというところがまずすごく肝になってくるんですよ。で、まず最初にショートショートとショートストーリーの違いをお話しできればなと思うんですけれども、ショートストーリーの方で言うと、このアイデアっていうところがすごく弱い傾向が、あるということですね。で、例えば具体的に言いますと、お話としまして、じゃあ例えば電車の中で、男女がカップルとかが、恋愛の駆け引きとかをするというか、気の利いたセリフとかで言いながら、ドキドキするんだけれども、一応それで終わっていくというか、そういう作品があったとして、これに対してじゃあアイデアっていうところで言うと、やっぱりなかなかこうアイデアありますよとか強いですよとは言いづらい、逆に言うとアイデアっていうのは弱めであると言えると思うんです。でもちろんこのお話として面白いかどうかっていうのは全く別の話ですね。ですし僕もアイデアが弱い作品別に好きなんです。普通に好きなものいっぱいありますけど、ただこの話で戻しますと、このアイデアが弱いものがショートストーリーの可能性が非常に高い、逆に言うとこのアイデアっていうのが含まれているものがショートショートなんですっていうところがすごく、分かりやすい違いだと思っています。でもう一つですね、もっともっとややこしい話でちょっと抽象的な話になるんですけど、じゃあショートショートと短編小説っていうのは違うんですかっていうことなんですね。でこれは結論と言います、同じ部分もありますし違うと思っている部分もあるっていうことなんですけれども、論点としましては2つあると思っていて、まずはですね文字数の話ですね。で、短編小説っていうのは文字通り短いということですけど、じゃあ短い小説という意味の短編小説っていうものだと、ショートショートも当たり前です短いので、含まれるって言って全く問題ないと思います。ただそういう意味ではいやショートショートも短編なんですっていうふうに言っている、僕も言うこともありますし、そういう考え方で、概ねいいんじゃないかと思うんですよ。でもう一つが内容的な意味の短編小説っていうことだとちょっと違うなっていうのはすごい感じていまして、で、ここはこの辺りがちょっと抽象的になっていくわけなんですけれども、基本的にはですねショートショートっていうのはワンアイデアが基本になってきます。これも絶対ではないんですけど、でも基本的にはワンアイデアなんですね。でそれに対して、アイデアが0もしくは2つ以上の場合が短編小説、内容的な意味の短編になっていく傾向はすごい高いと僕は思っています。でアイデアが0の場合はこれショートストーリーもそうなんですけど、いわゆるですね、純文学系の、短編が分かりやすいと思いますけども、で、じゃあアイデアが2つ以上ってなると、例えば SF 短編とか、僕も大好きにいっぱいありますけどね、そういうところになっていくっていうイメージですね。で、このショートショートっていうものでも2アイデア以上含むことっていうのもありまして、ただその場合でイメージで言うと、やっぱりワンアイデア大きな軸があって、その下の傘じゃないんですけどね、このあくまで、その傘の下もしくはその1個のワンアイデアの幹の周りの肉付けみたいなので、派生アイデアみたいなことに近いものが一気にある。だからアイデアが複数あるように見えることもあるんですけれども、逆に言うと短編小説、内容的な短編という意味で言うと、これがですねアイデアが互いに独立していることがすごく多いっていう僕のその感覚がありますね。なので、アイデアは本当に違うアイデアといいますかが2個3個今言うことか、増えれば増えるとまた中長編になっていくという解釈を僕はしてもいいんですけど、そういう感じでやっぱりショートショートというのはあくまでワンアイデアのもとに展開させていく、傾向が強いというか、そんなところですかね。さらにですね、具体的なところ、もうちょっとさらにあと一歩ぐらい踏み込んだことっていうのは小難しくもなるんであれですけど、オンライン研究室の方には記事として挙げていただいてますんで、具体例を交えて紹介してますんで、ぜひぜひ、見てもいただきたいなと思ってるんですけど、最後に余談的にお伝えしたいなと思ってるのが、この特にこうショートショートとショートストーリーの違いですね。この話をですね俳人の方に、させてもらったのがですね、それは川柳と俳句ぐらい違うんですね
っていうことを言われたんですよね。もう僕がその時にもめちゃくちゃ膝を打ったといいますか、それですということで言って、まあ、やっぱり五七、同じ五七五なんですけど、多分あの俳句の場合は季語を含むっていうと、まあ、いろんな、ね、俳句の形もあるんですけど、向きと向きのやつとかもありますけど、まあ、でも季語があるっていうところがショートショートにおいてのアイデアがあるっていうところですね。で、まあ、それは季重なりとかで季語は2個とか入れないように、基本的にはショートショートはワンアイデアみたいな、なんかすごく共通点があるなと思って、僕はなんかもう我が意を得たりじゃないですけど、それですって言ったのがありましたね。まあ、ということでですね、まあ、このあたり、改めてこう厳密なわけでもないですし、諸説はあるものなんですけれども、まあ、もしなんかこれが悩みにつながっていたりとか、自分の書いているものがどうなんだろうって、その悩みですね、に悪い意味の悩みにつながっているようであれば、ちょっとでも参考になれば嬉しく思います。